すいません。ん？ソシってどんな感じでしたっけ？俺の名字？はい。中曽根さんのソにオスメスのメスって書いてソシって読むんだよ。中曽根さん？うん。ソシさんの名字聞いたのに他の人の名字で例えるって屈辱的じゃないですか？意識したことなかったけど。ソシごときだと伝わらないから中曽根様の名字を拝借させていただいてるんですよね。すげえ卑屈な感じ出してきてんじゃん。悔しくないんですか？別に。総理大臣になったことがある名前だと戦う前から諦めちゃうんですね。だから別に悔しくないし。てか、ソシって変な名字ですよね。せめて珍しいって言ってくれよ。親戚以外で会ったことあります？ないけど。やっぱり出会うとこう次元が歪んで消滅しちゃうんですかね。しねえよ。なんだろう、ドッペルゲンガーに出会った時のやつかな。やっぱり国で保護されてるんですか？されてねえよ。だからさっきから言ってるやっぱりってやめて。珍しい名字で損したことってあります？なんで損したこと前提で話してんだよ。なんででしょう。ソシさんのパッと見の印象かな。アキちゃん、それなりに傷ついてるからね。てか何、損なんだろうな。まあ、ほとんどの人がソシって漢字読めないから、まあ、説明する手間がまあ損って言えば損かな。自己紹介のたびに小バカにされて笑われるんですもんね。笑われてねえよ。で、小バカにされてんの？そんなことより、君が言い出したんだよ。実は今度友達に赤ちゃんが生まれるんですけど、キラキラネームにしようとしてるんです。あ、だから珍しい名前が気になってたんだ。その赤ちゃんもバカにされ続ける運命を歩むのかと思うと。も？キラキラネームって個性的でユニークだから価値があると思ってるみたいなんです。あ、でも珍しいからって価値があるとは限らないよね。え？例えば珍味ってあるじゃない。何ですか？セクハラですか？ちげえよ、珍しい味だよ。あ、そっちか。なんだよそっちって。でね、珍しいからって美味しいとは限らないじゃない。そうですね。うん。で？いや、俺も何の例えか分かんなくなってきた。ちなみにさ、その友達はどんな名前つけようとしてんの？600円です。え？値段？え、名前に値段つけようとしてんの？せめて1500円ぐらい行きたいですよね。いや、金額の問題じゃないよ。いや、でも名前に金額つけてるから金額の問題ではあるんだろうけど。600ドル？だからそういう問題じゃないって。ですから、キラキラネームみたいな名前をつけると後で苦労するよって手紙を書いてたんです。手紙？メールか電話でいいじゃん。だって手紙の方が気持ち悪いじゃないですか。ん？知らない人からキラキラネームやめなよ、僕は変な名字で苦労してますよって手紙が来たら気持ち悪くてやめると思いません？ちょっと待って、もしかして俺の名前で手紙書こうとしてない？はい。ソシって名前借りてもいいですか？このケースで運いいよっていうやつはいねえよ。だからさっきソシって感じ聞いてきたのか。おかげで中曽根って書いちゃって書き直しですよ。知らねえよ。てかそんなのさ、適当な名前で送ればいいだろ。そんなのいたずらじゃないですか。妙な正義感をお持ちですね。あ、じゃあもう分かったよ。俺がアクちゃんの友達の珍しい名字代表としてキラキラネームやめなよって手紙書くよ。じゃあその人のさ、名前教えて。40万って書いて、しじまです。珍しい。あ、40万600円になるのか。何の金額なんだろうね。その赤ちゃんの値段かな。嫌なこと言うな。Thank you.